オーバーウォッチのレゴめちゃくちゃ動きますね。これ完全にもうコアロボですね。いやーもうこれはたまらない。皆さんこんにちは。重症レゴビルダー。ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら。レゴオーバーウォッチディーバ&ラインハルトです。はい、今回の動画はこちらを組み立てます。前回同じオーバーウォッチのバスティオンを組み立てました。オーバーウォッチやったことないんですけど、このバスティオン自体がめちゃくちゃかっこよかったので、本当に素晴らしかったです。はい、今回の動画ではこちらの2つを一気に組み立てます。はい、では箱を見ましょう。今回は2体1セットになってます。あ、ちなみにディーバってこのマシーンじゃなくて、ここに乗っている女性の名前です。このマシーンの名前はメックと言います。このメックなんですけど、自爆して何度でも呼び出せれるそうです。そしてこれがラインハルトです。めちゃくちゃかっこいいですよね。これぞスーパー戦隊のロボットとかに出てきそうな見た目してますね。ちなみにラインハルトはこちら、このハンマーを使ってもうとにかくひたすら殴るそうです。これがディーバで、これがラインハルトです。はい、箱の裏はこのようになってます。レゴオーバーウォッチの箱裏めちゃくちゃかっこいいですよね。はい、それでは開けます。うわ、もうこれシールがまたいきなり出てますね。これ折れ曲がってないかすっごい心配です。あー、大丈夫ですね。よかったよかった。はい、中にはパーツが入った袋が3つと、説明書が2冊と、折れ曲がっちゃったシールのシートが1枚です。僕毎度思うんですけど、このシールのシートなんですけど、説明書の中に入れてほしいですよね。そうしてくれたら、あのシールのシートを曲がらなくて済むんですけどね。説明書1ではこのラインハルトが作れて、説明書ではこちらのメックを作ることができます。パーツの袋なんですけど、1番と2番の袋でラインハルトが組み立てれて、3番の袋でメックとディーバを組み立てれます。ではまずはラインハルトを組み立てるので、1番と2番の袋を開けます。続いてはこちらのディーバとメック、こちらを組み立てます。
はい、ディーバとラインハルトの組み立てが完了しました。両方とも1時間ちょっとで完成しました。ではここからシールを貼ります。せーので、完成、ディーバとラインハルトです。おお、かっこいい。ちなみにシールなんですけど結構貼りやすかったので5分で貼れました。とりあえずディーバから見ましょう。動画の最初に言ったんですけど、ディーバはこれで、これはディーバが操縦するメックです。はい、ではまずはディーバのミニフィグから見ましょう。全体はこのようになってます。手にはこれなんだろう、ハンドガンなのかな、結構変わったハンドガンを持ってます。でディーバの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、この顔に変えることができます。これ風船ガム膨らませてますね。いや、これはいいな。はい、ではメックを見ましょう。もうピンクの色合いがすごいですね。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部の部分です。この緑色のクリアパーツめちゃくちゃ綺麗ですね。そしてこの後ろなんですけど、会社のロゴらしきものがあります。これは多分メカで、これがディーバで、これが韓国文字でわかんない、これが TV、なんかテレビ局っぽいですね。オーバーウォッチ作ってる会社のプリントシールがあります。これは結構いいかも。腕はこのようになってて、で足はこのようになっています。で可動範囲なんですけど、まず腕のこことここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。やっぱボールジョイントってすっごいっすよね。足はここがヒンジになってますので、このように稼働して、後ろにも前にも稼働します。足首はここが回転して、つま先が回転して、かかとも回転します。オーバーウォッチシリーズってめっちゃ出てる。オーバーウォッチのレゴめちゃくちゃ動きますね。あ、そうそう、ちなみにディーバの本名はハナソングです。でさらに元プロゲーマーです。この頭のヘッドホンパーツがなんかゲーマーを彷彿させますね。では今からこのディーバをメックに乗せます。乗せ方は後ろのここのパーツを開いて、そのまま乗せるだけです。こんな感じで、はい、乗せてみるとこんな感じです。支えるパーツがないんで、ちょっとでも動かしてしまうと結構えらいことになっちゃうんですよね。そこはちょっと残念かな。そしてこのメックの先端部分がミサイルとなってます。このミサイルはレゴスターウォーズで作ったのとほぼ同じです。じゃあ行きます。はい、ディーバとメックはこんな感じです。では次はラインハルトを見ましょう。はい、こちらがラインハルトです。全体はこのようになってます。このラインハルトはリバーシブルフェイスとなってますので、このように変えることができます。ちなみにこちらになった時は頭部はこれになります。うわー、かっこいい。いや、もうこの頭部がめちゃくちゃかっこいいです。ラインハルトの本体のこの武器パーツなんですけど、パーツの取り外しでミニフィグに持たせることができます。この部分を外して、そしてこの黒いパーツをここまで持ってこれば、はい、ミニフィグに持たせられるハンマーです。はい、ハンマーを持たせるとこんな感じです。ちなみに友達によるとこれはジェットハンマーです。そしてこのハンマーは両手持ちすることができます。いや、これがラインハルトの、まあ、鎧になるわけです。これ完全に、もうコアロボですね。いやー、もうこれはたまらない。レゴのロボット系でコアロボって、まさか、これが初めてなんじゃないかな。ではこのラインハルトをこちらに乗せます。乗せる場合は頭部をこちらにします。まずこちらを開いて、あとは入れるだけです。結構しっかりとはまります。はい、これがラインハルトです。めちゃめちゃかっこいい。レゴでコアロボの製品全く見たことないんですけども、まさにコアロボですね。いや、これはすごいかっこいい。いや、もうこれ感動したわはい、全体はこのようになってます。頭部はラインハルトのミニフィグと一緒です。初めてこの肩アーマーのパーツ触った時にこれ、バイオニクルのパーツなんじゃないかなって思ってたんですけど、全く違います。あ、間違ってるかもしれないですけど、僕はまあそう考えてます。腕はこのようになってます。腕なんですけど、左右対称かなって思ってたんですけど、ちょっと違いますね。左手にシールドみたいなものを装着してますね。まあシールドですかね。そして足回りはこのようになってます。足のデザインは結構シンプルなんですけど、横から見ると、こんな感じでモールドが結構入ってます。で、このラインハルトは、頭部は、まあ、稼働はするんですけども、ほんのちょっとしか動きません。こんな感じかな。そして肩アーマーはこのように回転して、肩はボールジョイントになってますので、このように回転して、肘も、まあ、ここまで動きます。首も動きます。足はディーバと一緒のパーツになってますので、このようにクリックで回転して、ここまで開きます。足首がボールジョイントになってますので、このように
回転します。ラインハルトもめちゃくちゃ稼働しますね。あの武器持たせてないんですけど、こんな感じで格闘の構えポーズもめちゃくちゃ似合いますね。そしてラインハルトの武器はこちらジェットハンマーです。もうジェットハンマーは名前の通りハンマーにジェットがついてますので、ジェットの勢いで敵を叩くという、いやこれはかっこいい。ではラインハルトに持たせます。持たせ方はここに持たせれるクリップがありますので、ここにハンマーを持たせます。持ってるように見えますね。はい、ジェットハンマーを持たせるとこのようになります。いやもうこれはかっこいいですね。これ両手持ちは、あーちょっと両手持ちはちょっとできないですね。手首が回転したら両手持ちできるんですけど、これ手首が回転しないので両手持ちはできないですね。あ、でもこんな感じでポーズ取らせることができますね。めっちゃかっこいいな。はい、可動部分を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。いやもうかっこよすぎる。やばい。いや僕20年生きてきた中でエゴのロボット系とかいろいろ組み立ててきたんですけど、いやもう今まで作ってきたロボットの中でもう一番ですね。はい、ディーバと並べるとこんな感じです。いやもうこの2体はめちゃくちゃかっこいいです。あ、ちなみにこれお値段なんですけど、確か僕がアマゾンで買った時は4500円で買いました。いやもう4500円なんてこれ安すぎますよ。では2体同時なんですけど大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。とおおよそミニフィグ 4,5 体分ですね。そしてよっと、同じオーバーウォッチのバスティオンと並べるとこんな感じです。やっぱバスティオンめちゃくちゃでかいです。大きさ的に言えばラインハルトとディーバの 1.5 倍ですかね。アサルトキャノン状態にしたらどうなるんだろう。はい、アサルトキャノンモードの状態で比較するとこんな感じです。あ、でもアサルトキャノン状態でもやっぱバスティオンめっちゃでかいです。はい、レゴオーバーウォッチディーバとラインハルトはこんな感じです。はい、ということでレゴオーバーウォッチディーバとバスティオンを組み立ててみました。いやもうこの2体のセットはもうめちゃくちゃ素晴らしいです。あの両方いいんですけど、僕個人的にこのラインハルトがもう本当にクオリティが高くて素晴らしかったです。このラインハルトの作り方はもう今後僕が合体ロボ作るときにめちゃくちゃ参考になります。本当にコアロボ作りたかったのでこれはめちゃくちゃ嬉しいです。オーバーウォッチシリーズはまだまだあるんですけど、まあ僕はもう買わないかなオーバーウォッチのこういうロボ系があったらまた買おうかと思います。いやレゴのオーバーウォッチめちゃくちゃ素晴らしかったです。以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ